はい、今日はトミカのランボルギーニチェンテナリオ初回特別仕様と通常仕様の方開けていきます、はい、じゃあどっちから開けようかな。こっちから開ける。はい。お、すごいね。本当だね、黄色のラインが入ってるね。お、後ろも、後ろの方にも黄色のラインが入ってるね。ちょっとこれ早そうだね。おお。早い。じゃあてんちゃん、次はランボルギーニのチェンテナリオの初回特別仕様の方開けようかな。はい。じゃあこれ何色ですか？緑。緑。緑。緑か。そうだね。てんちゃんこれどっちが速そう？2つとも速いか。そうだね。速い。でこのグリーンの方が初回特別仕様でこっちが通常版だね。これてるちゃんどっちもかっこいいね。はい、じゃあちょっと詳しく見ていこうかな。このグリーンの方が初回特別仕様だね。でグリーンって言ってもちょっと黄緑色に近いのかな、これはね。で正面から見るとここがランボルギーニのエンブレムがついてるね。やっぱりスポーツカーだからここの車高は低いよね。すごいね、速そうだね。で横から見るとすごい流線形のボディラインになってます。でボディの上の部分は艶消しのブラック、マットなブラックだね。でエアロもついてます。でボディの後ろの方のエアロのラインも結構複雑な形してるね。かっこいいです。でタイヤはサスペンションがついてます。でドアは開かないです。開けない。でじゃあ今日はトイザラスでいっぱい並んだね。ババと並んだの。はい、じゃあもう一つ見せてください。でもう一台がこのボディカラーがガンメタの方だね。これも通常版だけどこっちもこの黄色のラインがアクセントになってかっこいいね。で横のサイドステップのラインも黄色だね。でルーフのところのここもイエローが入ってるね。かっこいいね。で通常版の後ろのこのエアロの部分かっこいいね。この黄色のラインが後ろから裏の方、ボディの裏の方までつながってるね。やってる。はい。てんちゃん、バックしたよ、一台。お、カーブした。ゴール、どっちが勝ったの？勝ちじゃん。あれ、どっちが勝った？こっち。グリーンの方が勝った。スピード違反で、パトカーが来ました。パトカー、やっつけられた。はい。じゃあてんちゃん、これランボルギーニこれに入れて飾ってみようかな。これはトミカディスプレイスクエアだって。じゃあこれに入れよう。はい、はい、じゃあここにてんちゃん入れてください。じゃあパトカーと、じゃあランボルギーニと、はい、そこでいいかな。で次はうん、そこだね。お、入った。アクリルパネルを入れます。入った。蓋をしてできた。これ何？ランボルギーニ。ランボルギーニ、そうだね。そうだね、それもそうだ。 GTR バスも入れた。パトカー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 。すごいね。てんちゃん、これどれが一番好きなやつ？ランボルギーニ。なんだそれ。てんちゃん、この中でどれが一番好きなの？パトカー。ランボルギーニ。パトカー。パトカーが好きか。はい、じゃあてんちゃん今日もおしまいです。バイバーイ。バイバーイ。